ヤンキースタジアムはアメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨークブロンクス区に建設された野球場、サッカー、アメリカンフットボールなどにも使用され MLB ニューヨークヤンキースと MLS ニューヨークシティ FC の本拠地1923年から使用されていた旧ヤンキースタジアムが老朽化2001年12月にニューヨーク市のルドルフ・ジュリアーニ市長は ニューヨークヤンキースとニューヨークメッツの両チームにそれぞれ8億ドルの球場を建設することに暫定的に合意。2002年にマイケル・ブルームバーグがニューヨーク市長に就任するとこの計画は一時凍結となったが新スタジアムを建設することが決まりベイブルースの58回機である2006年8月16日に非公式が行われた。建設費は15億ドルであった。 2009年のレギュラーシーズン前の4月3日にシカゴカブスとのオープン戦が行われヤンキースが勝利4月16日のクリーブランドインディアンス戦で公式戦初開催建設費が15億ドルかかったことでチケット料金が高騰し一石平均70ドルもすることが物議を醸した2010年6月5日にはプロボクシング WBA 世界 スーパーウェルター級タイトルマッチ、ユーリフォアマン VS、ミゲールコットが開かれた。現在のヤンキースタジアムではもちろん初めてであるが、旧スタジアムを含めると1976年9月のモハメドアリ VS 県ノートン以来34年ぶりとなる。また、同年11月20日には、カレッジフットボールの試合、アーミー対ノートルダム大学戦が行われ、 ノートルダム大学が27から3でアーミーを破った。12月30日にもカレッジフットボールの試合が開催された。その後も MLB、MLS のオフシーズンにはカレッジフットボールの試合が行われている。2012年、2013年の夏にはサッカーのプレシーズンマッチや国際親善試合も開催された。2014年1月26日。 旧スタジアムも含めて初めて NHL の試合が開催された。2015年からは MLS のニューヨークシティ FC が専用スタジアム建設までの暫定ホームスタジアムとして使用している。ライトスタンドがメインスタンドとなり、レフトスタンドがホーム側、一塁側がアウェー側である。ガイアフェンスが左右非対称な形状をしており、右翼側が狭くなっているため、 旧スタジアム時代から左打者に有利なことで知られてきた。2009年に新スタジアムが開場すると1試合平均4本以上の本塁打が飛び交っており、大リーグの全本拠地球場の中でも1試合あたりの本塁打数が著しく多い球場となった。また、その本塁打の大半がライトスタンドに入っており、左打者に対して極端に有利な球場とみなされている。 2009年以降、ヤンキースのホームでの本類打量産率は、ロードの約1.5倍になっている。米気障害者であるワキュウエザーは、新スタジアムでの本類打、約20%が、旧スタジアムでは本類打になっていないと分析している。その原因として、旧スタジアム時代には存在していた、宇宙間の平均的な膨らみが削られたことや、立地の関係でかつては、 右翼から本類に向かって吹いていた。緩やかな向かい風が、現在では本類から右翼上空へと客席から吹き抜ける追い風となっているため、打球が伸びるようになったことなどが指摘されている。他球場では平凡な右人となるであろう。打球がそのままスタンドインするといった光景が頻繁に見られる。それに対応して、右投手にとっては極めて不利な球場になった。 この本類打の乱発現象に対し、ゲームが大味になるからつまらない。なんとかしろ。新球場は、欠陥球場などの批判的な声も上がっており、ヤンキースのブライアン・キャッシュマン GM や米国の気象会社が原因究明に乗り出すこととなった。ありがとうございます。